2020年の米大統領選でバイデン氏に投票したいうものの5人に1人が後悔しているという調査結果出た。調査会社のゾグビーは2020年の大統領選で遺伝子に投票した2173人を対象にバイデン大寮に投票したことを後悔していますかと拾った。その結果イエス20%ノー76%不明4%と出た。 ちなみに、2020の大統領選の得票率は、バイデン氏51.3%、トランプ46.9%でその差は4.4ポイント、CNN 調査だった。勝敗は各州、割り当てられた、選挙人の獲得数で決まるわ。だが、得票で20%の大差があれば、結果は逆転してたことは、容易に想像できる。注目すべきは、 あと、する有権者が共和党支持者に多い、29%のは文化としても、民主党支持者にも相当数21、21%いること。また、後悔しているのは、都市有権者28、28%の方がこう、の有権者14、14%より多く、18から29歳の若者27、27%の方が65歳、以上6、6%よ、多く、女性。 13%より男性27%の方が後悔している有権が多い。バイデンは沈みゆく船で救命ボートないように思える。アフガニスタンからの米撤兵の失敗やインフレが米国人の購買力を入れいるのが大統領の大きな問題だ。調査会のオーナーのジョナサン・ゾグビン氏はことこの調査を待たずともバイデン大統領の死率はここへ来て 急降下を続けている。USA で紙の共同世論調査では、大統領支持率は5月に57%あったものが41%に、不支持率は38%から55%に、達してい,い政治の潮流は、バイデン大統領に逆流していい。政治ニュースに特化した、サイト、ザヒルは8、29日に、このような見出しの記事を掲げ、 次の世に厳しい見通しを伝えている。最近のバイデン大統領とその政権への支持の調落は2022年の中選挙で民主党は会員を失い上院も負ける子を意味しているようだ。そうなればバイデン一期のみの大統領で終わる可能性が濃くなその可能性について世論調査で定評があるストンのエマーソン大学が2024年の 大統領選を来る調査結果を4日発表した。調査は、まずバイ、ん大統領に対して、共和党員は誰を対抗馬と手予備選で選ぶかという説問で、結果はこう、だ。しかし、トランプ前大統領が出馬しない、なると、結果はこうなる。この対抗馬で、バイで大統領との選挙戦はどうなるかだが、トラン、前大統領が出馬した時だけは、 バイデン46%対とムップ47%で共和党候補が勝利するが他の対抗馬はバイデン48%対でサンティス36%あるいはバイデン42%対ロムニー23%でいずれも共和党候補者にはかせいがないと出た次の大統領選まではまだ3年あるわけだが バイデン大統領の思わぬ失速にわかに現実性を帯びてきた今後共和民主党の駆け引きが活発化することだろう執筆・ヤーナリスト木村太郎表紙デザイン図解委員室と斎藤久志